一応こうね、名古屋市内でもアーチが珍しいからもう来るたびに撮影してます。でそこにお好み焼きの看板発見、美味しいかな、レザーファッション高柳っていう看板もいいね。お好み焼きはちなみに豚玉300円で買った。音橋のバス停前を通過。さあ、サヤカードに復帰しまして、音橋の商店街を西に向かっております。相変わらずね、まあ元々の街道ですから非常にここは車が多い。大変車が多いですけど、ウッシュ村上。音橋南です。じゃあ音橋西の交差点、音橋2丁目。さあ昭和レトロストリートを西に向かっております。ヤグマ交番前の交差点。まあでもだいぶねレトロはなくなってきてるよね。かなり建て替えが進んでおります。ステーキハウス田島なんか美味しそうだな。もう結構な金額だ。1000円とか7000円という金額が並んどった。なかなかですね。八雲西通りのバス停を通過。これは新幹線のガード下かな。みたらし売っとるけど今日はやめとくか。今日は結構並んどるね。私が行った時に並んどるってことはあまり買うなっていう神のおぼし飯と解釈してよくわからん。何を言ってんの。今日はやめときます。めちゃめちゃ並んどる。大忙しだね。そこって気になるんだよね、あの建屋って。何の跡だろうね、あれ。なんか A っていうマークが書いてるような感じ。なんだろう、ここね。クリーニングか、すごいな。家の3分の、じゃあ5分の2ぐらいを店舗にしてる。この消火栓のこの札もね、これ結構レトロだよね、これ。五右衛門、自衛門じゃなかった、五右衛門だった。腹減ってきたな、どうするよ今日は。でも飯食うとね、大体やる気なくなるんだよ。大体において。これ京町屋クリーニングだね、これ。なんとなく違うか、あれ。イルカのマークだったかどうか覚えないけど。さあさらに鞘街道、八幡本通りに西、さらに西に向かっております。気持ち風がね、ちょっと西風、向かい風、まあいつも言っておりますが、私の人生のようでございます。コーヒー中野、いいね。はい、もうがっつり鞘街道案内板。ここはちょっとレトロです。伊藤布団店の前を通過。バス停は二行市、二行市。救急車来るとドキッとするね。八幡本通り2丁目です。まもなく橋を渡ります。中川障害学習センター。中川区と緑区はせっとるよね、人工的に。ここ何かまた碑があるわ。これ明治天皇御駐在、手間のちょっとようわからん。これまた Google マップで見ようか。ようわからんで。昭和9年建立のような感じですけど、まあ明治天皇がお越しになったところですかね。おコスモ石油、あの手の看板もあるんだ。色褪せとるだけか、あれって。なんかちょっと色合い違うね。はい、中川運河の東側、長良橋東です。キグナスのガソリンスタンドがある。昔キグナスってなんかこう人の女性の女神みたいな顔だったけど、なんかそんなロゴマークですよね。ちょっと遠いけどね、長良橋から見る名駅方面よう見えますね。こうやって見ると貧弱だね、やっぱりね。まあでもあんまり名古屋の皆様はそんなに高層ビルがお好きじゃないようですよね。あんまり高いのはそんなに建てたがらない。まあそんな 高いとこから見下ろさんでも天下取っとるわって話かもしれませんけど。はい、急に静かになりました。車コーマ名駅方面よく見えます。中川運河を下っていくと面白いよっていうねコメントもいただきましたけど、まだやってないな。まあ古いあれですよね。ちょっと角度変えようか。
ちょっと角度を変えて、今ちょうど車おらん、静かです。長良橋の上から撮影しております。北方面、名古屋駅方面です。いいね。ここからね、今中運河南の方見て、やっぱ遠いな。あの観覧車見えるけどね、ざっくりと5、6キロある感じ。結構遠いね。そりゃそうだね、もう目にすぐとこだで、遠いわ。それにしても腹減ったな。腹減りす工業ですな、本当に。そもそもくだらん親父ギャグを言いながら走っております。この靴屋さん、かなりレトロ。長良橋のバス停前を通過。あそこもパクられたな、あの商店街、レトロ商店街。私ね、荷物タイプ執念深いですよ、私本当に。これボード鈴木、4ヶ月後ぐらいにパクられた。旅、ツーリスト、ピープル、味あるね。さあ、長良町3丁目の交差点。どうするよ。ちょっと先飯食うわ。マックが見えちゃったもんね。マックに寄ります。久々に安く手に入れた株主優待の券を使ってマクドナルドで立ち寄りたいと思います。あそこにあったかな、マックって。ちょっとね、記憶は定かじゃないですが、まあもう1時台なので、あ、グランドオープンって書いてある。やっぱ最近できたんだ、そういうことね。これのもっと南の方にあったような気がするけど、まあ混んでますね。やたら混んでる。さあ、マクドナルドで新店舗、9月30日にできたみたいですけど、マクドナルドで燃料補給したんで、さらに山谷街道を西に向かいます。ここはコンクリート道路だな。燃料補給するとね、途端にね、遅い平均時速がさらに遅くなるという、まあ、いつものことですけどね。もうほぼタウンスピード、アマチュアで走ってる人の方が速いんじゃないかっていうぐらいにゆっくり走ってます。だから痩せんのだな、散々距離走ってるけど。長良町3丁目の交差点じゃなくてバス停を通過。でも残念ながら信号が変わってしまいました。松の屋って、なんか後ろにとんかつ屋さんがあったな。そっちでもよかったな。さあ、山谷街道をさらに西に向かっております。とりあえずね、霞森の駅までまずは行かないと。今日は母校シリーズ、松蔭高校。長良町3丁目のバス停前通過。久々のね、母校シリーズ。あ、レトロあるじゃん、えらい古いな、あれどれくらい古いやん、古いなあれ。結構レトロだね。おおお、すごい長屋あるよ。前撮影したら多分ここは何回も通ってるんで、結構な長屋残ってますね。ああいいね、えらい風情があるわ。もうザ昭和ですね、本当にね。